今回は7月下旬から新チームになり、部員26人で活動する名張西方高校サッカー部を紹介します。青春チア、青春チア、青春チア。名張西方高校サッカー部は部員同士声を掛け合うことを大切にしながら日々練習に励んでいます。現在は9月から始まる三重県サッカー選手権大会で県ベスト4を目指しています。チームのことをよく考え率先して行動できるキャプテンの亀谷くん、名張西方高校サッカー部はどんなチームですか？3年生が僕たちはいない中で、リーグ戦とか戦うんですけど、その3年生がいないその実力差っていうのを1年生フランクに、遠慮せずにやって、頑張って見てます。キャプテンを任された時の気持ちはどうでしたか？結構1年生も2年生も活気のある元気な学年というかメンバーだったんで、それをまとめれるか不安でした。実際キャプテンをやってみて、何か意識していることとか気をつけていることってありますか？練習のそのテーマとかを、いち早く読み取って、それを意識して周りに伝えれるように、チームの一番前に立って引っ張っていけるように頑張っています。キャプテンからの信頼が厚い山本くん、どんな人物なのでしょう？とても元気があってチームのムードメーカーのような存在です。サッカーの楽しいところを教えてください。しんどいけど、なんかみんなで頑張ってる感があるので楽しいです。じゃあ得意なプレーはありますか？声です。負けてる時とか頑張って自分から声出してます。山本くんの今後の目標を教えてください。受験が楽になるように、もう今から勉強していきたいです。両立したいです。では最後に解の公式を教えてください。 2a 分のマイナス b プラマイルート b の2乗マイナス 4ac です。正解。青春にゃー。優しくチームを支える森口くん、なぜサッカー部に入部しましたか？ちっちゃい時からサッカーしていて、で、まあ、中学校とか小学校で一緒にサッカーしている子がいたので、まあ、一緒に入ろうということになって入りました。チームの取り柄、強みはありますか？試合中とかもその意見をぶつけ合ったりして、まあ、改善していけるのがいいところだと思います。では年長の時から今までサッカーを続けられている理由は何かありますか？環境に恵まれてていい人が多いんで、すごい楽しくサッカーやれてるんで続けようと思います。みんなで励まし合いながら互いに高め合うことができる名張西方高校サッカー部。そんな皆さんにとってサッカーとは？僕たちにとってサッカーとは、せーの、情熱。 ADS ではこれからも伊賀地域の高校運動部で活躍する生徒を応援します。次回はあなたの部活動にお邪魔するかもしれませんよ。あっちどっちそっち ADS。